それでは、知っていても何の役にも立たない無駄知識。でも、ちょっと賢くなった気になれる世界史トリビアを始めます。楽しめればそれが一番よね。ちなみに、世界史の誰についてのトリビアなの？よくぞ聞いてくれました。今回紹介するのはフランスの英雄、ナポレオン・ボナパルトです。コルシカの悪魔、コルシカの食人鬼。あと人命の浪費者っていう異名もあったから。英雄にしては散々なあだ名ね。そんなにナポレオンって嫌われていたの？そうだね。ナポレオンが関わった戦争で、ヨーロッパで200万人が亡くなったと言われているね。それに、基本的に侵略戦争だから、フランス以外の国からは嫌われても仕方ないし、フランス国内でも、ナポレオンの残虐さを批判する人は多かったみたいだよ。そうだったのね。でも、それじゃあ普通英雄なんて言われないのに、どうして、ナポレオンは英雄と呼ばれているの？それは、ナポレオンがそれまでの腐敗した政府をぶっ壊して、国民の権利を保障し、さらに戦争に勝ちまくって、フランスをイギリスやロシアも恐れる超強い国に導いたからだね。国民投票で過半数がナポレオンの皇帝即位を支持するくらい人気があったわけだし、それにナポレオンがヨーロッパにナショナリズムをもたらしたことで独立していった国も多いんだ。ポーランドの国歌にもナポレオンの名前が出てくることからもわかる通り、ナポレオンがヨーロッパにもたらした影響はとても大きかったと思うよ。それじゃあ、これからナポレオンがどんなすごいことをしていったのか見ていくのね。やりません。え。それはまた別の機会にして、この動画ではナポレオンのあまり知られていないトリビアを中心に紹介していこうと思います。トリビア、ラテン語で雑学的な豆知識のことよね。あとトリビアだから、ナポレオンのエジプト遠征で発見したロゼッタストーンを研究した結果、エジプトの古代文字のヒエログリフが解読されたのような有名な知識は省いていますのでよろしく。わかったわ。ところで、ずっと気になっていたんだけど。うん。どうしたんだい？この後ろの凱旋門なんだけど、なんかおかしくない？凱旋門って、パリのど真ん中にあるはずでしょ。なんで、こんな山の中にあるの？あ、それはね。これは、栃木県日光にある巨大な模型だから。前に写真に撮ったものがあったから載せてみた。ちなみに本物はこっちね。最初からそっちを載せなさいよ。それじゃあ早速始めましょう。一つ目のトリビアはこちら。話を聞きなさい。鉛筆はナポレオンの命令で作られたものが今の鉛筆の元となっている。なんかいろいろと混ざっているわよ。トリビアの泉、復活してほしいよね。20周年記念でスペシャル版放送してくれないかな。開き直ってるし。それで、このトリビアの解説なんだけど、そもそも昔の人はペンを使って文字を書いていた。基本的には羽ペンとインクだね。ボールペンのご先祖様ね。万年筆の方が近いかしら。でもペンはインク壺をいつも持ち歩かないといけないし、書きたい時にパッと書けないからなかなか不便だった。そんな中、16世紀の終わりにイギリスのボローデル鉱山で黒鉛というものが見つかった。これを使うと楽に字が書けるということで、木の先端にこの黒鉛を刺したものや黒鉛を糸で縛ったものを使って字を書くことが広まったと言われている。鉛筆の始まりね。スイス人のゲスナーという人が使っていた鉛筆を記録したものが残っているんだけど、それがこれだね。すごい凝ってるわね。今でも使えそうなデザインじゃない。この鉛筆はおそらく貴重品として扱われていたんだろうね。基本は下の絵のような糸で巻いたものや単純に木で縛ったものが中心だったんじゃないかな。でも黒鉛って無限にあるわけじゃないでしょ。そんなに使ってなくならないのかしら。その通り。イギリスもこれは重要な資源だと考えて厳格な輸出規制を行っていたんだけど、それでもボローデル鉱山の黒鉛はすぐになくなってしまったんだ。他のところでも黒鉛は一応採取できたんだけど、ボローデル鉱山のものほどは品質が良くなくてかなり書きづらかったみたいだね。でもそれでも頑張るしかなくて100年以上みんな頑張っていたんだけど、ここでフランス革命が起きたことで状況が一変することになる。どうして革命が鉛筆に関係するの？フランス革命で王政が打ち倒されて共和制になったフランスに対して、イギリスをはじめとするヨーロッパの国々は大反発した。当時のヨーロッパの国はみんな王政だものね。
国民が自分たちも王様をやっつけようと言い出したらやばいし怖がるのもわかるわ。それでイギリスはフランスと戦争を開始したのだ。フランスはイギリスから黒鉛や鉛筆を輸入できなくなってしまった。それは困ったわね。それでナポレオンは鉛筆のいろいろな有用性を認識していたので、科学者のニコラ・ジャック・コンテに命じて鉛筆の開発をさせたんだ。ここでナポレオンが来るのね。コンテは見事期待に応えて、黒鉛と粘土を混ぜて焼くことで丈夫で書きやすい鉛筆の芯を作った。また粘土の比率を変えることで字の濃度を変えることもできるようになったんだ。コンテ有能すぎる。このコンテの発明した鉛筆の芯の作り方は今とほとんど同じやり方なんだよ。焼き固めることで芯を木で挟みやすくなったしね。ほとんど今の鉛筆と変わらないわね。ナポレオンが鉛筆を開発させたって本当だったのね。正確には鉛筆の芯だけどね。それでも鉛筆というものがこれで大きく完成したのは間違いない。ナポレオンはやっぱり英雄だわ。鉛筆の開発の裏には軍事的な理由が大きいと思うけどね。戦争の時に作戦の指示をすぐに鉛筆で紙に書いて知らせることができるのは便利だよ。いちいちインクにつけて書く手間が省けるしね。そう言われると複雑だけど、生活も便利になるし、やっぱり鉛筆はすごいと思うわ。今は勉強や仕事でシャーペンを使う人も多いと思うけど、屋外で手に持って何か書くときは鉛筆が断然書きやすいし、まだまだ鉛筆も現役だから頑張ってほしいね。マークシートの記入は絶対鉛筆よね。さて次のトリビアに行ってみよう。これも今とても使われているものだね。他にもあるの？何かしら。缶詰はナポレオンが発明させた瓶詰が元になっている。なんか2つ出てきたわよ。缶詰って瓶詰が元になってるの？順番に説明しよう。まず瓶詰だが、これはナポレオンが保存食のアイデアを検証を出して公募したことがきっかけで世に出ることになった。ナポレオンは戦争で遠征することが多かったが、この時の兵士の食事は塩漬け、燻製、酢漬けなどが中心で、味はいまいちだし長い遠征の中で腐ってしまうことも多かったんだ。燻製って腐るの？ナポレオンの遠征は数ヶ月かかる大規模なものが多かったからね。燻製の中でも日持ちするベーコンでも1ヶ月は日持ちしないんだよ。2ヶ月目からは現地で収奪ね。飯よこせ。まあそんなわけで強い軍隊には美味しい食事が不可欠だとナポレオンは考えていて、美味しい状態で長期間の保存に耐えられる保存食を検証を出して募集したんだ。美味しい食事は人生の宝よね。そこに応募してきたのがニコラ・アペールという人物で、この人が瓶詰を湯煎して食品を長期保存する方法を編み出したんだ。コッコが細菌を発見したのってこれより半世紀後でしょ。湯煎って完全に時代を先取りしているわね。この方法はアペール法として効果が認められ、アペールは見事懸賞金をゲットした。しかしこの瓶詰は確かに保存性は優れていたんだが大きな欠点があった。欠点？何それ？瓶は重いし割れやすい。戦争の携帯用としては管理が難しかったんだ。だから軽くて割れにくく丈夫な金属製容器に食品を入れる缶詰がその後に発明されたんだよ。そうなのね。今度からサバ缶買うときはナポレオンに感謝して買うことにするわ。ところで缶詰の消費期限ってかなり長いのは知っているかい？知ってるわよ。だいたい缶に書いてあるでしょ。 2,3 年くらい持つわよね。それは賞味期限だね。美味しく食べられる期限だよ。美味しさはともかく食べられる期限という意味での消費期限は缶詰はどのくらい長いと思う？さあ5年くらいかしら。実際には缶詰に明確な消費期限は存在しないんだ。缶が腐食しているなど保存状態に問題なければ10年20年経っても食べられることもあるんだよ。例えば作られてから50年経った陶磁器製の防衛食という瓶詰が解放されて食べてみたけど、味には異常がなかったという記録が残されているよ。なんで陶磁器製なの？日本では昔戦争中に武器を作るために金属を全部没収されていたから缶詰を代わりに陶磁器で作っていたみたいだね。世知辛いわね。イギリスでは
製造後114年経った缶詰を食べた記録もあるよ。114年。そもそもよく食べようと思ったわね。あっ。どうしたの？5年前にもらったカニの缶詰、賞味期限が切れてたから、この前に混んで食べたんだけど、そのまま食べられたのね。もったいないことしたわ。食べたのなら別にいいだろ。さて、次のトリビアは、この絵についてのトリビアだね。ナポレオンのアルプス越えね。サン・ベルナール峠を越えるボナパルト。ナポレオンを描いた絵の中でも最も有名な絵の一つだね。最高にかっこいいわよね。それで、この絵がどうしたの？それでは見てみよう。ナポレオンはアルプス越えしたとき、馬ではなく、ラバに乗っていた。ピクニックにお出かけですか？いいえ、ちょっとそこまで戦争に。この編集は悪意があるでしょ？いや、でも、ナポレオンが乗っていたのはラバだし、実際のアルプス越えは晴天の中で行われたらしいし、史実に忠実に表現するとこうなるんだよ。現実は残酷ね。それで、ラバ、ロバとは違うの？ラバは、オスのロバとメスの馬から生まれる動物だね。粗食でも頑張る。睡眠短くても頑張る。馬より頭がいい。馬より力持ち。体が丈夫で猟奇にも強い。素直で従順と超優秀な家畜なんだよ。そうなのね。それでどうしてあの絵では馬になっているの？かっこいいから。はい。あの絵を描いたのはナポレオンのお抱え絵師として活躍していたジャック・ルイ・ダビッドという人物なんだけど、この人の仕事はナポレオンを英雄としてかっこよく描写して民衆からの人気を高めることだから、人相、身長、体型もろもろ盛りまくっているのはある意味当然なんだよ。面影がかけらもないわね。一応ラバに乗っているもう少し現実に近い絵を後にポール・ドラロー氏という人が描いているのがこちらです。ボロ負けして逃げ帰るところにしか見えないんだけど、画家のナポレオンへの感情を感じないこともないね。ナポレオンへのフランス人の思いは様々だということを伺える絵だと思うよ。それで元の絵なんだけど、左下に文字が書いてあるでしょ。ほんとね。なんて書いてあるの？ナポレオン、ハンニバル・バルカ、カール大帝と書いてある。ハンニバルとカール大帝、どちらも世界史のスーパースターよね。実はどちらもアルプス越えをしたという共通点があるんだ。そこにナポレオンの名前を付け加えることで彼らの後継者みたいに見せる効果があるんだね。やっぱり英雄として描写しているのね。さらにこの絵は実は全部で5枚作られているんだけど、最初の絵のナポレオンのマントの色は黄色で、後から作られた残りの4枚は全てマントの色が赤色なんだよ。それがどうしたの？古来より黄色は将軍を表し、赤は王様を表す色として扱われていたという話がある。それってナポレオンはこの絵が描かれた当時は第一統領という役職で一人の政治家だったんだけど、このマントの色にはナポレオンの自分は王になる、あるいは自分は王だのような強い自意識が反映されていたのかもしれないね。一枚の絵からもいろいろな情報が読み取れるのね。ちなみに絵師のジャック・ルイ・ダビッドだけど、ナポレオンの皇帝の戴冠式の絵も描いている。この絵も有名よね。これはぜひ実際に見てほしい。構成も見事で生き生きとした絵だけど、縦6メートル、横10メートルの大迫力の絵で、見たら圧倒される絵なんだよ。それは、もちろん直に見たいけど、ルーブル美術館でしょ。フランスは遠いわよ。実は、徳島県に大塚国際美術館という、世界中のいろいろな名画を実物大で再現した美術館があるから、そこで鑑賞するのもいいよ。陶版画で再現していて、どの絵も本当に素晴らしいから。へえ、そうなのね。米津玄師が少し前の紅白でレモンを歌っていたシスティーナ礼拝堂もあるよ。絶対に行きます。それでは次が最後のトリビアです。これもナポレオンのとても有名な逸話についてのトリビアだね。有名？コーヒーが好きだったこととか？ナポレオンは一日に7時間寝ていた。どういうこと？3時間じゃないの？ナポレオンは一日に3時間しか寝なかった。昔からよく聞く逸話だね。
ナポレオンの少年時代からの友人で、彼の個人秘書も務めたルイ・アントワーヌ・フォブレド・ブーリエンヌという人物による、ナポレオン回想録という著作があるんだが、これは各国の言語に翻訳されて、日本でも1920年に名王実伝という署名で出版されているんだ。この中にこんな一節がある。彼に哲学をとするものは、さながら睡眠というものが偉大な性質と両立することのできぬかのように考えて、彼は眠らないという全然事実に違った風説をさえ立てたのである。ボナパルトは他人を徹夜させたけれども、自分では寝た。しかも熟睡した。彼は毎朝7時に呼び起こすように私に頼んでおいた。それで私はいつも真っ先に寝室に入って彼を起こそうとすると、彼はよく反省のままでこう言った。ああブーレンヌ、お願いだからもう少し寝かせてくれと。だから格別差し迫った用事のない時には、私はおうおう彼を8時まで寝かせておいた。彼は一昼夜の中に7時間眠って、午後には小時間うたた寝をした。3両でまとめると、信者が嘘ついてナポレオンは寝ないと言ってた。本当は1日に7時間寝てた。昼寝もしてた。ナポレオンを目指して睡眠削って頑張ってた私に謝れ。目指してたの？そうよ、眠いの我慢して勉強してたのに。ちなみに1日の睡眠時間は7時間よ。ナポレオンも納得できないだろうね。付け加えると、ナポレオンは部下に対して睡眠時間を3時間は勤勉、4時間は常識、5時間は怠惰と言っていたという話も伝わっている。どの口が言うか。あと長風呂も好きだったみたいだよ。ナポレオンは非常に入浴を好んで、これを生活の必要時と考えていた。時とすると彼が2時間も浴室に入っていたのを私は覚えている。この間私は彼のために新聞や新刊雑誌等を読み聞かす役目を務めた。ナポレオンがお風呂に2時間なんてイメージが湧かないわね。でも入浴中も新聞や雑誌の情報を収集して、どこまでも時間を有効利用していたのはさすがだよね。付き合わされたブーリエンヌもお疲れ様。でもお風呂で音楽聴きながら本を読んでいると気持ちよくて、ついつい長湯しちゃうのよね。音楽といえば、この動画の BGM で流れているベートーベンの交響曲第3番は、ベートーベンが当時に賛美していたナポレオンに献上しようと作られた曲だったんだけど、ナポレオンの皇帝即位に失望したベートーベンは、曲のタイトルをボナパルトから英雄に変えて、ある英雄の思い出のためにという言葉を表紙に付け足した。英雄という言葉が誰のことを指しているのかは不明だけど、もしかしたらベートーベンは失望してもまだナポレオンのことを英雄と思っていたのかもしれない。人の気持ちって簡単には割り切れないわよね。ナポレオンの成してきた業績は本当に偉大だ。フランス銀行を作ってフランスの産業革命の基盤にしたり、ナポレオン法典を作って法の前の平等、信仰や労働の自由の精神をヨーロッパ中に波及させた。今回紹介してきた缶詰のトリビアみたいなものまで、彼がやってきたことが現代の私たちの社会にとても大きな影響を与えているんだ。英雄という言葉を辞書で調べると、才智、武勇に優れ常人にできないことを成し遂げた人というように書いてある。この言葉に照らし合わせれば、数々の偉業を成し遂げてきたナポレオンは間違いなく英雄だったと思うよ。さて、この動画もこれで終わりです。ここまで見てくれて本当にありがとうございました。初の試みだったので下手なところも多々ありすいません。ぜひ感想をコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。よければチャンネル登録もお願いするわね。それでは次の機会に。ご視聴ありがとうございました。Be the one you know now, the world is yours.